アイドルグループ、乃木坂46の久保氏より、21、ファースト写し、週、交差点、7月11日発売、集英者より、裏表紙4種が23日、禁された。裏表紙の写真は、久保自身が、セレク。通常版の裏表紙は、東大の前で、一生懸命者、頭を膨らませているカットとなった。赤スカートの衣装は久保もお気に入りだ、が、 写真集内では未掲載になった衣装。裏表紙、毛で見られる貴重な一枚となっている。セブンとショッピング限定版は一年にわたる写真、撮影の初日、旅のスタート時に撮影されたも。楽天ブックス限定版は飛び跳ねた、久保の棒が脱げた決定的瞬間を捉えた。木の国や書店、定番は、撮影最終日に満開の桜に向かってジンップしている。 躍動感のあるショットを採用、ているどの写真も、表紙とは、ギャップのある、キーキーとした表情を捉えた写真になっている。久保は、この写真集では式を通じて撮影し、いただいたので、表紙裏表紙からも、季節を感じられるように選びました。一冊の表紙と、裏表紙で見、ベタときも、裏表紙を4つ並べてみたときも、 東北の季節を感じられる作りになっているのでぜひ並べてみていただきたいです。と、んとしている。さらに、総合プロデューサー、本安氏の帯コメントも公開。久保文夫里のら、を聞いていると、温かい気持ちになる。多く、人との出会いがそこにあるからだろう。彼女、身が、人と人が行き交う交差点のような気が、るとコメントを寄せた。同写真集では、 大好き、地元東北と今の生活拠点の東京で、一年以上に部撮影を通して捉えた、今までに見たことの妹の表情が満載。撮影は、雪の山形から吸った、都市、今春に東京の桜で締めくくった。雪には、やぐむじゃきな姿から、温泉街での色気漂う表、部屋でのリラックスした元の瞬間や仕事の場での顔まで、 20から21歳にかけての久保氏寄りどき、メントとなっている。公式ツイッターアカウと保氏ファーストでは写真集に関する情報を随時更新してる。